持長義雄持長義雄は日本の内務、厚生官僚、政治家、県知事、北海道庁長官、衆議院議員、旧姓、小牧、宮崎県出身、持長義和の養子となる、広島高等師範学校を経て、1921年、京都帝国大学法学部法科を卒業、同年11月、高等試験行政科試験に合格し、 内務省に入り衛生局属となる。以後、和歌山県西室郡長道県海装郡長広島県理事官社会局事務官、社会局社会部の副理課長、保護課長、庶務課長、厚生大臣官房会計課長、昌平保護院業務局長などを歴任。1939年7月、愛媛県知事に就任。1940年7月、 厚生省労働局長となり、同勤労局長を経て、1943年7月、三重県知事に発令された。兵庫県知事を経て、1945年10月、北海道庁長官に就任。1946年1月まで在任し、退官した。その後、公職追放となる、持長林さん社長に就任。1952年10月、 第25回衆議院議員総選挙で宮崎県第2区に自由党から出馬し当選。1953年4月の第26回総選挙でも当選し連続2期務めた。1955年2月の第27回総選挙では落選した。この間、自由党政務調査会労働部長などを務めた。1979年8月31日死去。 去年86、ありがとうございます。